それでは今から皆様に投票していただく時間を取りたいと思います。皆様の意見で福祉文化プラザの猫の名前に応募が立っております。ここにそれぞれの作品の紹介を、そしてシールを貼る場所、そうしたものが設けられておりますので、今から皆様に猫のシール